おはようございます。鈴鹿ポイントゲッターズ背番号18番の佐藤和真です。今日はですね、アウェーホンダロック SC3 宮崎県に、出発したいと思います。今日はですね、宮崎県にそのまま行くんじゃなくて、鹿児島県に一度飛んで、その後、バスで移動するという形になります。じゃあアウェーの1日どうぞ。ミラー、おはよう。ベリービッグバス。おはようございます。おはようございます。 YouTuber、 トラバホ、トラバホ、 YouTuber、 大丈夫です。おはようございます。お願いします。今日はお願いします。あ、荷物。あ、元祖。おはよう。おはようございます。お弁当。あれでした。あれでした。お疲れ様でした。した。よし。じゃあお前ダメだぞ。清水。何なの？あ、お前ちゃうかった。でも俺知らんかった、マジで。でも下にあるから大丈夫だよ。いけんね。公共交通機関ポロシャツやと思うんだよ。おはようございます。まずはこの手持ちバッグの中身からやね。首に巻くやつ、ズマイカの新しい帽子、アップルウォッチとエアポッドと携帯と全部充電できるイヤホン、あのやつ、ミックスナッツ、紙のバイク、コーヒー、タンブラーボロボロ、パソコンの充電器と財布、セーラー、パソコン、あとなんかあったかな、車の鍵、ボディクリームみたいなやつ。じゃあ行ってきます。大体こんな感じです。マッスルキングと、こじらせヤンキーナスみたいなお姉さん。キューさんからのお弁当です。スポンサーの給食の鈴木さん、ありがとうございます。ロストバゲージ。大輝、今ホテルにようやく到着しました。10時ごろお家を出て、今7時なんで約9時間の、アウェーの移動となりました。でも早速8分後には夕食の時間なんで、行っていきたいと思います。長旅ようやく到着しました。無事。じゃあご飯行ってきます。すごいね。ソーシャルディスタンスが。え、ツーシャドウやん。
ありがとう、平子。俺の次誰？セラフってや、マジで。ただの水やけど。あ、言ってもた、ごめん。まだバラすな。言ってもた、暴れる。ジュリーみたいな感じ。おはようございます、ジェフルの、第26節ぐらいの、ホンダ SC 戦の朝です。宮崎県はアウェーの中でも遠い方で9時間かかりました、でも基本的に三重県鈴鹿市のチームなんで本州はどこでも、バスで行きます。今度仙台もバスで行くので、かなり、長時間移動になりますが、でもそんな中でも、当日移動のチームの J フルにはあるので全泊できるのが恵まれていると思います。じゃあ試合行ってきます。ウキウキ、今日お母さん来てたんやて。はい、帰ってよかったし。会えた？山田、もう何持ってんねん。まさかお前 Wi-Fi 繋いでやるんちゃうかな。仕事してます。出発までの間に取り込んどく。そういうのもあんねん。あったからって安いんや。だいぶ深井。うわー、ラーメンなんか食べちゃって最高。これ有名？ありがとうございます、お疲れ様です。お前引く。ごちそうさまです。なんかすいません、なんかすいませんね。すいません。ガラス製品が壊れやすい。
もうそれちゃうんや。で帰ってきましょう。お疲れ様です。いや、わかんないわかんない、ちょっともうこれもう時間決めよう。俺準拠怪しいな。なんでなお前。おかしい。疲れただ。おしっこ。ジェフラー出場おめでとう。ありがとうございます。左サイドのAコンビやったな。お疲れ。ゲンタ、はい、長旅お疲れ様でした。12時7分、ようやく家に到着しました。やっぱ勝ったので、帰りの道中も楽しく雰囲気よく帰れましたけど、引き分けあたり負けるとすごい暗い気持ちで9時間を過ごすのでかなり、辛いです。でも帰りは、1時キックオフなんで4時ぐらいに出たんで約6時間ぐらいで着いたんですかね。往復15時間の旅でした。2日間で、まあリーグ戦も残り4試合で昇格がかかっているチームやったり、優勝争いもあるんで、そういったところに上位陣に食い込めるようにまた頑張っていきたいと思います。ミラ監督はですね、だいたい明日リカバーで明後日がオフっていうスケジュールが多いんですけれども、さすがに明日は休みになりました。明日オフです。はい、じゃあまあ今日は明日ゆっくり寝れるということでゆっくり休みたいと思います。ご視聴どうも最後までありがとうございました。